はパどうも水曜日今日から仕事パテモス協会でございます。というわけで本日はこの間レッドシーフードヌードルを食べましたので、それと一緒に出てきたカップヌードルシーフードうどん、カップヌードル、まあカップヌードルか、うん、シーフードうどん、これとこれはあの栗おこわを昨日作りまして、朝つまみ食いしてたらだいぶなくなりました。これ3割引きやった2割3割引きか、本体458円、500円の3割引きやから350円ぐらい。これこのグリコン使いました。こんだけ美味しくてつまみ食いしたんです。はい、これをねいただきたいかなと思っております。どうしたらいいの、見せ方こうかな。ピント、はいはい、絶対再生されにくいな、再生されへんサムネやなこれはな、うん、あのコメントでシーフード焼きそばは買ってそんなぐらい美味しくなかったと書いてあったんで、うどんの方にしました。まあただ汁物が伸びてこれ冷やしてるんで、あの私おこわとか赤飯系のもち米が入ってるやつ絶対に冷えてる方が美味しいと最近再確認しておりますので、冷蔵庫で昨日から冷やしております。というわけでいただきます。5分絶対経ってないな、あでも柔らかくなってんな、まあ、とりあえず中身よっか。皆様のね気になってるかもしれませんから、うん、スーパーで140円ぐらいで売ってましたね、全部ね、焼きそばもね、レッドシーフードヌードルも。レッドシーフードヌードルは5つ買いましたけども、これは1つ、焼きそばに関しても1つ買いました。見た目は結構ドロッとしたね、ピントがバカですけども、もうこんな感じの、はい、スープちょっとドロッとしてて、まあ、香りもクソシーフード粉末スープとこの火薬が入ってましたね。火薬は多分カップヌードルシーフードに入ってんのと一緒の、カニカマみたいなのとタコとなんか卵とネギとかその他もろもろです。いただきます。あ、だし香るね、うん、だし香る。レッドシーフード、レッドじゃない、普通シーフード書いてあると思う、見せたいや、書いてある、書いてないか、これぐらいか、うん、だし美味しいね。普通のうどんの方うまいって言いたいところやったけど、まあ、普通のうどんの方うまいけど、これはこれでうまいね、スープはちゃんとシーフードヌードル、うん、麺いただきましょう。麺はいつも通りあのまるちゃんよりもちょっと太めのしっかりした麺って感じやろな。まあどん兵衛と一緒、どん兵衛では、まあ、どん兵衛か、どん兵衛と一緒でしょうか麺は。うん、うまいよ普通に。夏はシーフードって書いてましたけどね。うん、まあでも普通のうどんの方がうまいよ。うん、わざわざこれをシーフードでこれ食べたいかっていうと、もうシーフードヌードルでいいかなって思うレベルの感じかな。うん、だから麺がうどんなんで食べ応えがあるんで、満足度はもしかしたらこっちの方があるかも。うん、さあ栗を入ってます。うん、おいしい。ご飯は白米1もち米2、比率はね、うん、うまい。うめえな。今日は雨ですね。昨日もちょっと降ってたから、うん、昨日はとりあえず朝のうちに棒みつけと
接骨院終わらせまして、でその後ねちょっと離れたところにあるホームセンターに買い物行ってきました。うん、動画とかね、動画とか撮ってないけど、最近でも植物ね、開根植物、アデニウムっていうね植物を、私ちょっと安いんで、それは安くて結構ね開根感です、めっちゃで、まあ、一旦ポメリとかそういうとこ行ってきたんですよ。いろいろ回ってきたんやけど、いろいろホームセンターとかさ、そういう置いてあるとこ見て回ったけど、やっぱ一番ね、コメリはね、良かったし、安かった。で、1500円ぐらいの、もうそれこそほんまにね、太さ的にどれぐらいやろ、これぐらいの太さは多分あったと思うんだよ、もうちょっと細くかな、もうちょっと細くて枝ぶりが5、6本出てるアデニウムをね買ってきて、まあそれをねちょっとまあ動画にする、いずれまあね物欲中年の方でやるかな、わからんけど、まあちょっと今どうするかもやってみるけど、いろいろとちょっと調べてさ試してみたいさ栽培方法があるんで、ちょっとそれをねやってみて、良い結果が出てそうやったら経過撮影してねやりたいと思います。それがうまくいったらねすごく太るみたい。まあ分からんと思うけどね、開根植物とかそういう植物やってないと、幹がねずんぐりしてるからかっこいいですよ。あんま背、まあ、背だけもあったらかっこいいけどさ、細長いのわかんのよ。形的にはスライムみたいな、触覚のところが細く何本も出てるよね。そこに葉っぱがついてたりとか、花、まあ、アデニウム花も咲くんでね、安いんだよ、1500円でそれ買ったけど、ネットでも1個買ってたのよ、3000円ぐらいか4000円ぐらいの、胴回り16、7、8センチの、まあそんなにずんぐりっていうほどのあれでもないけど、まあ普通よりちょっとずんぐりしてるかなっていう。コメディさんすげえな思ったのはね、3000円4000円出して、4000も出してないから3000円ぐらい出したのに、買ったネットで、でも結構良さそうやと思って買ったやつと大して変わんのが1500円って。手取りできるよ、コメディで買って売る、2000円に無理ってもある絶対。送料かかってくるからさ、あんまし美味しくないかもしれんけど、ちっちゃいのもあるんですよ、500円ぐらい売ってるやつ、600円かな、500円から600円の細い小ぶりなアデニウムもあるんやけど、やっぱその大きく育ててる前に時間も年数もかかるから、時間も年数で一緒か、時間もかかってさ、そういう考えとさ、プラス1000円でさ大きいの買えて、ネットでも2,3000円で売れるような、いや売ってんのびっくりしちゃった。2つあってんけど、もう1個買おうかなと思うけどね、ちょっとね
さすがに我慢しました。うん。で今日は朝から仕事の前に2時間ほど時間ありますんで、私毎日ね、平日は仕事までその栽培をするためのね、プランターというか、うん、木材で作って、で今日設置しましたね。ほんで一緒の育て方でうちにパキポディウムもあるんですよ。グラキリスの未生、あの種から育ててある、日本で育ててあるやつ。でっかくなんないですけど、マスカットぐらいのサイズですね。もう一個がエビスワライってやつです。なんかほらずんぐりしてそこから葉っぱがいっぱい出てるやつ。アデニウム2つ送ってきたやつ、4つ、あと1個はあれユーフォルビアのやつを1株持って、5株今その育て方でやろうかなってね。スープ美味しいと思って今始めてます。まあ失敗してなんか悲しい気持ちの動画も撮りたくないんで、うまくいってまあ秋とかあと2ヶ月ぐらい経ってその間経過動画で撮っておいて、よかったら発表するんで、まあそれを真似をしようと思ったらまた来年春ぐらいからやらなあかんけどうん、まあちょっとそれをやっていこうかなと思っておる次第で、まあ見てる人からすると何のことやねんと、見せへんのかやまだ、何でもわからんわと思われるかもしれませんけども、うん、ごもっともです。はい、というわけでバテマス協会、本日は栗ご飯、これ美味しいよ、作ってみ、もち米高いよな、もち米高いし、あんま売ってねえんだよな、何なんだよ、わけのわからん、なんか玄米みたいなとかさ、もち麦とかさ、そんなのアホほど売ってない、もち米全然売ってねえんだよ、もち米で、これもう、これもち米やるやつじゃないんですけど、もち米2対1、もち米多めでね、だったら非常に美味しゅうございますんでね、よければ皆さん炊飯器でいつも通り炊くだけです。はい、やってみてください。というわけでパテマス協会、本日はどん兵衛シーフードヌードルは、まあリピはないけど損はした気分にはなりませんでした。あ、こんなんか、うーんって言って終わりぐらいまだ来年も張り切って出してきたところで買わない。でもこれをレッドにしてきよったらな、わからんけど、どん兵衛レッドシーフードヌードル、まあその時考えますわ。はい、というわけでごちそうさまでした。皆様、週の中身ご苦労様でございます。一緒に頑張りましょう。ほな。